皆さん、こんにちは。マーシーです。本日は10月11日日曜日午後16時34分になります。昨日ですね、ホテル近くのイオンに行きまして、とある私マーシーにとっては衝撃的な光景を目撃しましたので、お話しいたします。具体的に言いますと、どのような衝撃的な光景かと言いますと、 美女と野獣カップルを見かけました。具体的に言いますと、まあ当然美女と野獣カップルですから、女性の方は非常にスタイルが良くて、身なりも綺麗で可愛い方でした。一方で、野獣の方の男性の方は、正直言いまして、私回しタイプでした。まあ具体的に言いますと、太っていた方ですね。身長はだいたい 私マーシーは176センチあるんですけども、その男性はおそらく見た感じは170あるかないかぐらいで体重は、まあ結構お腹出てたので、90は絶対あります。ちなみに私マーシーは身長176センチで体重96キロになります。ですので見た感じ多分、 96キロぐらいはあるんじゃないかなと、私回しの予想では考えております。そしてですね、私回しはホテル地の近くにあるイオンに行きまして、まあいろいろ買い物といいますか、興味のあるゲームソフトがありましたので、まあエディオンの方に行きましてゲームソフトを見てたんですよ。それで、まあ最近、 ローング癖が激しいので結局買うのは断念したのですが、帰りにですね、向こう側の方からカップルが男女の、男女が歩いてくるのが見えまして、徐々に近づいてきましたら、美女と野獣カップルだったのに、な、ま、だったのが判明いたしました。最初はですね、結構衝撃的でしたね。まあ、男性の方は、 誰に似ているのかと言いますと、バナナマンの日村さんにタイプ的に似てます。お腹も結構出てました。太っていました。それに対して女性は AKB とか SKE にいそうな、結構アイドル的な、すごい可愛い感じの女性でした。まあ、それを見まして、私マーシーは、 本当に美女と野獣カップルってこの世に存在するんだなと同時に、私まわしもこんなところで絶対に諦めてはいけないと思いました。まあ、先般ね、とある女性芸能人が一般人の男性と結婚したというニュースをヤフーニュースで見まして、そのまあ女性芸能人は、まあ私まわしはモノモス系 YouTuber ではありませんので、まあ名前は言いませんが、 女性芸能人の、まあ、女優の愛さんです。その愛さんが一般男性と結婚したというニュースをヤフーニュースで見ました。まあ、ただ一般の男性と言いますと、確かに私回しも大きなくくりで言えば私回しも一般人の男性です。ただ一方で愛さんと結婚した一般人の男性は年収に2000万円あるそうです。 私回しは、の考える一般人というくくりは、一般の,の中でも、一般人のくくりの中でも、四つの層に分かれていると考えております。一つは、年収一千万円以上。二つ目は、ね、年収一、四百万円以上、一千万円未満。そして、三つ目は、年収四百万円から二百万円。 で、四つ目は年収200万円以下。これが四つの主にヒエ,ラヒエラルキーの一般の男性のヒエラルキーだと考えております。だから年収2000万円っていうのは、要は、いわゆる世に言う参考だと思います。参考の男性だと思います。参考っていうのは、まあ、ご存知かと思いますけども、以前ね、 90年代から2000年代にかけて結構参考って女性が求める、女性が男性に求める参考という条件があったんですけども、男性に求める参考の条件ですね。これは具体的に何かと言いますと、高学歴、高身長、高収入なんですよ。それが参考なんですよ。 じゃあ、私マーシーが参考に当てはまるかと言いますと、すべて当てはまりません。高収入かと言いますと、私マーシーは2019年の収入は50万円にも満たないです。そして、高身長かと言いますと、私マーシーは、世に言うその参考の高身長は180以上なんですよ。で、私マーシーは176センチです。 そして、高学歴かと言いますと、私回しは高学歴ではありません。私マーシしーの学歴は専門学校、卒業であります。ですので、女性芸能人の愛さんが結婚した一般人と男性は、一般男性のヒレ歩ルキーの中でもかなり一番 最高ランクに位置する男性です。だって、年収2000万円、まあその記事しか見えてないので、まあそれ以上は深追いはしませんが、年収1000万円の一般男性って、もう明らかに参考の要素を満たしていると思いませんかまあ学歴は、まあ年収2000万円ぐらいのお仕事ですと、学歴は最低でもカンカン同率かマーチレベルの大学、 絶対卒業してるじゃないですか。学歴はもう100%大卒の可能性が非常に高いです。まあ、カンカン同率マーチレベル、いや、下手したら早稲田慶応レベルの大学、最低そのぐらい出てかない、出ているか、卒業している可能性もあり得るんですよ。ですから私マーシーは一般男性のヒエラルキーの中でもかなりの低スペックなんですよ。 ひもてでかなりスーパー低スペックなの。もうさすがにこの低スペックだと、女性は寄りつかないんじゃないか、彼女はできないんじゃないかなと思うんですが、ただ、この間、土曜日イオンに行って、美女と野獣カップルを目撃して、絶対諦めてはいけないなと思いました。まあ私ましも恐ろしいぐらい低スペックなんですよ。要学歴はね、専門。 卒業ですしね、別に大卒ではありません。まあ、専門卒が学歴低いのか高いのか正直微妙な、まあ、微妙なところでもあるかもしれませんが、まあ、それ以外に転職回数80回以上、内定自体は20社以上、そして借金は9時には89万円で、現在約52万円の借金があると、そして太っている。 これといった、その女性に対するアピール材料もない。もう恐ろしいぐらい低スペックなわけなんですよ。じゃあかといって低スペックだからといって恋愛する資格がないかと言われればそうではないんですよ。その土曜日見たその男性は正直ね、タクシマ万シたちのような不細工な人間、世に言うモ手の男性が恋愛する資格がないかという、言われればそうではないんですよ。 だから諦めてはいけないんですよ。イオンで見た美女と野獣カップルを見て、私回しにも恋愛をする資格があるんだ。私回しにも何かいいところがあるんだと。確かにね、YouTube 始めてから、女性からのそのコメントっていうのがあるんですよ。 だから正直もしかしたらこれはもしかしたらワンチャンあるかもしれないって私マーシーは恋愛に対してそう思っているわけでもうすでにね始める前から諦めてはいけないんですよ始める前からどうせ自分はモテないんだ日もテなんだ借金もあるんだ転職回数も多い恐ろしいぐらいに低スペック学歴も低い大卒ではないだからと言って始める前から 諦めていったらそこで試合終了なんですよ。だからそこで諦めてはいけない七転び八起きの精神を大切にしていきたいんですよ。最初からね、何やってもダメな人間なんだと。最初から諦めていたら終わりなので、最近ね、婚活系 YouTuber の方を約2名見てまして、もうその方はね、何百連覇、も婚活のアプリ出会い系サイトかわからないんですけど、 もう破れに破れて巻きに巻き続けているんですけれども、悲壮感は全然感じられない。悲壮感どころか絶対俺は諦めないんだという思いがひしひしと伝わってくるので、私回しもそういったね、方々を見習って、美女と野獣カップルを目撃しましたが、絶対に諦めてはいけない。別に可愛い女性にこだわってるっていうわけではないんですよ。 要は正直付き合いたいので別に養子はこだわっておりません。価値観が合う女性、一緒にいて安心する楽しい女性と付き合いたいなと考えております。ですので、まず私まシしは物流会社に勤務して安定的に経済力を得て恋愛をできる体制に持っていきたいと考えておりますので、絶対に物流会社出勤してやめませんので、これからは 私マーシーをよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。